健康チェック表というのを出しますから、これを好きな範囲でつけてください。今日は何ですか？7ですね。でまあ、1日に2回チェックするようになったということで1回でもいいですから、例えばちなみに今日の朝食べてないですよね、はい、で元気は元気のいい時にお話とすると動きはどうです？あんま変わんないし、まあ100あります、うんうんうん、じゃあまだ100ね。でうんちがなしと、でおしっこはちょっとわからんですよね、わ、うんうん、からんですよ、まあ、なんか、うんうんうん、こういうところですぐ壊はします。あで気づいたこと、うんうんうん、それからここは栄養補助だけどそれはなしにして環境を変えてほしいんですよ。だから環境温度とそれから水温、これをちょっとね測ってほしいんだけど、1日の中の温度差も知りたいんで、朝一の温度水温、それから昼過ぎの温度水温、それから夜の温度水温、それはそう毎日しなくてもいいですから、最初の2日ぐらいちょっとしっかりつけてください。で特に知りたいのは体重がどんだけ食べたかな、まあ、見た感じの元気ですね、はい、でまあこの辺ですね、はい、であと気づいたことがあれば書いてもらって、はい、でまあこの辺に何回やったか、はい、要は概要、これとそれから抗生物質の点眼、はい、点鼻、それから、まあ、皮膚炎につけると、これに関しては1日3回以上やってほしいから、はい、まあ、だからセットですよね、ピンクの薄めたのでシュッシュッってやってから抗生剤を点眼点鼻してつけると、そういうふうにしながら見てください。じゃあこれをお渡ししておきますね、はい、栄養のカルキ抜き後のその黄色いやつがそれ1日1回でいい。そう、水替えの時に水替えね、で水は1日1回変えてほしい。そうですね、清潔にしとかないと皮膚治んないから、もし半日で水が汚れるんだったらもう変えちゃった方がいいですよ。あの汚して、うんちとか出るようになってくると汚れてきますよね。そしたら変えた方がいい。あ、了解です。ちなみにフィルターがしない方がいいのかな。いや、してください。あ、それした方がいい。してください。せっかくあるなら使ってください。なんかね、魚のフィルターね、お魚の薬入れるときフィルターしないでくださいっていうショップの店員ちゃんが言ってたなと思って。なるほど、なくなっちゃうかもしれないけど、そしたらさ、うん、もし24時間だったらさ、例えば朝行ってきれるじゃないですか、うん、もう一回、夜もう一回行ってきれるときは、うん、あー、なるほどね、はい、循環してきれいにしてるわけだから、うん、効果が薄まっちゃうかもしれないから、うんうん、ちょっとここで今、東園町、あ、今30分で来ました。あ、そうですか、うん、あ、お車で見えてるんですか。あ、うん、電車で来ましたけど、30分で来ました。あ、そうなんですか、うん、え、どの辺ですか、これ。堀田なんで。あ、堀田ね。そうそうそう、名鉄で名古屋でピッて出ちゃって、もぎ出しの線でピッて来たら30分で来た。そうなんだ、結構早いんですよ。堀田の駅から駅前の団地に住んでるので。ああ、なるほど。もうほとんど駅に住んでるぐらいの勢いの団地なので。じゃあちょっとこの子一回そちらに移していいですか、はい、あ、ついでにあれもやろう。ごめんなさい、そこに映さないで下吸入酸素このままで、うん、このままね、ネブライジングと酸素療法をちょっとしちゃいますよ、はい、10分間ね、はい、でその間にお薬、飲み薬作りますから、はい、できたら飲み薬の内容をご説明して、はい、飲ませ方を実践します、はい、ただ難しい、水がめは最初に言っておくと息を止めてられるから、うん、難しい気がする。本気よくやるとなかなか難しいんですよね、うん、犬より難しい気がする。そうなんです、なかなかね、ちょっと大変なんですよね。